岡田監督、矛盾？天候不良による6日広島戦の中止を受けて、阪神は先発ローテーションを再編する。岡田監督は、スライドはせえへんよ。明日村上。スライドしたら2人に迷惑かけるやん。スライドは絶対せえへん。3戦目に行く予定と明言。7日は予定通り村上が登板し、昨季、広島相手に7戦6勝と、濃いキラーぶりを発揮し、この日先発予定だった大竹は、8日の同戦に回ることが決まった。これを受け、当初8日に先発予定だった伊藤は登板順を変更。指揮官が、こないだ、ちょっと、量産投げてるからと話したように。前回登板の1日広島戦で5回107球を投じており、リフレッシュを兼ねて一度登板を飛ばす見込み。次週14日からの中日3連戦以降の先発が濃厚となった。村上は7日広島戦に先発する。4月9日に7回無失点で勝利投手。前回の同30日も1失点完投勝利と今季2勝はいずれも広島から挙げているワン。2週続けての対戦となるが、2度続けて同じ相手は嫌かもですが、でも前回抑えられているのでいいイメージで入れますと前を向いた。この日、チームは今季2度目の中止で若干の先発ローテーション変更を余儀なくされるが、自身は毎週火曜日に10日で回っており、自分のリズムは守れているので、それはいいと思うと話した。それスライドじゃん。大竹を1日置いてのスライドですやん。負担を減らしたりするのが岡田はうまい。野球をよく知っている。今のカープ打線なら、どなたが投げられても点は入りませんから大丈夫です。青柳、門別がピリッとせんかったから目代わりはディーズリーかな。カープは終わったな。ただでさえ打てないのに、さらに苦手な二人となったら、絶望しかない。タイミングで、寺とスグルにも休みをあげてほしい。3戦目にしたら後に投げる、一人に迷惑かかるやないかい。伊藤将司のバースデー登板見たかったけど、しゃあないか。もしスライドしたら、今日も雨天中止やったんかな。調子のいいディーズリーを、どっかで使いたいけど。さらっと言ってるけど、何気にすごいな。伊藤だって、今年はいまいちだが先発の一角。それを一回飛ばす、つまり余裕あるから飛ばせるわけで。伊藤を一回飛ばすのは良いかな。それよりも、野手陣に言いたい。お願いだから、頑張っている投手陣に援護点入れてくれ。カープファンですが、きっちり拾えるところで勝ち星拾いに来たなぁ、って感じです。正直今の打線の状態に村上、大竹をぶつけられるの初来。矛盾してて草。